今回のお話は、タイニーウープ、もしくはマイクロドローンの、バッテリーの充電について。で、多分タイニーウープ使ってる方はみんなこの、一気に何本も充電できる、便利な充電器を使ってると思うんですけど、まあこれ、まあなんかちょっと安いだけあって、結構精度が悪いですよ。で、まあここにいくつかバッテリーがあるので、ちょっとこれで充電をしてみたいと思います。で、まあ最初僕もこれ使ってた時に、これ全部 HV の 4.35 にセットしてるんですけど、まあ結構仕上がった時の充電終わった後の電圧にばらつきがあったりしてたんで、まあそれも充電器っていうよりかバッテリーのせいかなって思ってたんですよ。なんですけど、実はこの充電器が結構適当だっていうことに最近知って、それを解決する方法をお伝えします。まずはどんなもんか、ちょっと検証してみたいと思います。2 hours later. じゃあ充電終わってみたいなので、1本ずつチェックしてみたいと思います。では順に1番から。見えますか？4.32。4.36。4.32。4.32。4.30。4.31。じゃあちょっとこれ一回、使って 3.8 ぐらいに戻したいと思います。しっかりとバッテリーを充電するためにおすすめしたいのが、このこういった類の、スマートチャージャーですね。これは ISDT の Q6 プラス、まあ、その他にもこうもうちょっと容量の少ないSC605。これ150W 対応。で、これは、まあ300W。まあタイニーウープで使う分には、もうこの、260mAh、6本とか、せいぜいやるんで、全然こんなに 300W もいらないんですけど、で今回ちょっとこれで、充電をしてみたいと思います。で、これを使って充電するのに何を使うかっていうと、このこういったケーブルを直列でバッテリーをつなげて、タイニーのバッテリーを直列でつなげて、一つの6セルバッテリーとして見えるようにして充電します。で、まあ、これ、まあ、バランスコネクターで充電できるように配線してあります。なので、まあ、バランスの6セルになるように1セル目がこう、1セル目が来て、1セル目が来て、まあそこから次のセルが来て、次のセルが来てってこうもう一つずつのセルが直列でつながるようになってます。なのでちょっと今回は1セル目から順に1の数字から充電していきたいと思います。これ出してね、でこいつで6セルのテストをすると 23.9、 1つ目が 4.04、 4.03、 3つ目が 4.04、 4つ目が 3.92、 3.99、 6個目が 3.79 ってなるんで、まあ、こいつを QSDT でつなげて、という感じですね。
こういう感じで、まあ直列でつながったタイニーのバッテリーが、多分もうちょっと綺麗になるようにした方がいいんでしょうけど、安全面で。見えますかね。でまあこいつで設定を、まあ 6S かのように設定すれば見えないかもしれないですね。で今回ちょっとオーバーチャージで635から、下の方に行くのかな。オーバーチャージだと結構 4.4 まではやったことあるので、その辺を感じですかね。見えますか。眩しくて見えないですか。そういうわけで、Repo HV の 4.46S で、まあ、一つの 6S の 260mAh のバッテリーというふうに見えてるんで、これ 1C で充電するんだったら 0.26A で、まあ 0.4 ぐらいで、 2C ぐらいで 0.5 にしますかね。 2C だとで充電していきます。 2 hours later、 充電が終わりました。ではですね、ちょっと一番目から測ってみたいと思います。1番目が 4.4、 2番目が 4.4、 3番目も 4.4、 4番目も 4.39。4.39。 4.41 というわけで、まあこういったスマートチャージャーを使えばもうしっかりと指定の電圧で充電できるっていうのがよくわかりましたので、まあ普段の練習なんかはもうこれで全然十分だと思うんですけど、まあもし大会とか出る人とか上位を狙うぞっていう人は、その時、まあ大して違いはないかもしれないけど、気持ちだけでもちょっとこういう風にぴったしと電圧を揃えておけると気持ちも、レースとかにも気持ちよく挑めるんじゃないですかね。というわけで、今日のタイニーウープ講座でした。